こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は久しぶりに呼吸のお話ということでですね、最近気がつくとあんまりね、その呼吸のことを扱ってなかったのでね、ちょっと久しぶりにテーマにしてみようかなと思っております。でですね、呼吸のね、重要性っていうのは以前からもいろいろな形でお話はしてると思うんですけどもね、まあ改めてというか、どうしてもギター弾いてるとね、やっぱ指の動きとかね、そういうのばっかり気になって、呼吸のことって割と忘れがちなね、忘れがちになりやすいと思いますね。だけども、その指の動きっていうのも呼吸と連動させることでよりね、整いやすくなってくる、そういう側面があるのでね、ぜひぜひ、まあ折に触れてこの呼吸のことっていうのはね、意識してほしいなと思うんですね。で、呼吸、呼吸なんですけども、人間の、これ昔聞いた話なんですけどね、この人間の運動、この体の動きっていうのは、大きく2種類に分けられるって言われますよね。一つが随意運動、要するに意識的にできる運動ね、ギターを弾く、指を動かすっていうのもそうだし、いろんなスポーツとかね、あるいは日常の動きでもそうですね、何でもね、なんか筋肉を使って何かをやる、ね、これはいわゆる随意運動ですね。で、もう一つが不随意運動という、要するに意識的にコントロールできないもの、例えば心臓のこの鼓動の動きだったり、その他の内臓の動きだったりね、こういうのっていうのは、意識、普段意識もしてませんし、よっぽどなんか特殊な訓練してる人だったらね、意識的に動かせるのかもしれませんけど、普通はできませんよね。例えばだから、なんか全力疾走したら心臓の鼓動は速くなるけど、何にもしないのにね、こう心臓に命令だけ出して、こう呼吸を速くしたり遅くしたりとか、普通できませんからね。だからそういう不随意運動ね、こう意識が伴わない運動ですね。そういうのに分けられる。ね、で、ところが、この両方に、両方の橋渡しができるというか、両方どっちにも入るのが呼吸だっていう話を昔聞いたことがあるんですね。普段は全然呼吸意識してない場合がほとんどだと思いますね。別に意識してなくても自然に息は吸ってるし吐いてるし、それを繰り返してるわけですよね。だけど、意識して深呼吸することもできるし、強く吸ったり強く吐いたり、そういうのもできるわけですよね。なんかこう緊張してうわっとこうね、こう肩が上がっているような時なんかに、吐いてこう落ち着いたりする、ね、でこういうのも意識的にできる。でこれだから、呼吸っていうのは随意運動にも不随意運動にもどっちにも入るし、ね、この両方の橋渡しができるっていう風なね、話が昔聞いて、なるほどなと思ったわけです。で、今例えば緊張したらね、緊張した時に深呼吸したらいいっていう話もしましたけど、要するにその呼吸をちゃんとコントロールすることで、その緊張とか、要するに心理的なものですね、そういうのも、ある程度コントロールできるようになりますし、ね、で実際例えばいろんなスポーツなんかでも呼吸っていうのは結構大事ですよね。ヨガとか太極拳なんかは本当にそうだと思いますけど、ああいう呼吸を伴わせることでより効果的な、ね、こう動きができる。他の球技だったり陸上競技だったりとかでもそうだと思います。でもちろんギターでもそうなんですね。要するに音楽的な演奏っていうのは、要するに歌に基づいてることが条件ですから、歌うっていうことは当然息を吐くわけですよ ね。フレーズの合間で息を吸って、フレーズの間ずっと吐き続ける、ね、それが音楽的な演奏につながりやすい、ね、でそういうね、この息、呼吸をぐーっと意識しながら、呼吸で支えるような指の動かし方を意識することで、より音楽的な演奏にもつながりやすいし、それからその指の動き自体もコントロールしやすくなる場合っていうのが多いと思います、ね、できっとその呼吸をね、上手にコントロールできるようになると、要するに呼吸ってことは息を吸って吐いてってこう循環させていくわけですから、例えば血行が良くなるとかね、そういう健康面の効果もね、少なからずあると思います、ね、だからいろんなこう角度からこの呼吸っていうのは大事なんですね。だけど意外と忘れてしまいやすい、もともと要するに不随意運動的な要素も強いですからね、だから意外と忘れてしまいやすいので、折に触れて思い出して、ね、で、特に大事なのは息を吐くことね、吐く息が強い時っていうのはみなぎってるなんてよく言われてますけどね、要するに息を吐く、しっかり吐くことを意識すると、本当にいろんなコントロールが効きやすくなるはずです、ね、そして吐いたら、吐き切ったら自然と吸いますから、ね、吸うのはそっちに任した方がいいんですね、あんまりこう意識的に吸うよりはとにかく吐く、ね、吐くために吸うっていう感覚で
ね、しっかり呼吸するといいと思います。まあ、呼吸っていう字がそうですね。呼っていうのは吐く方ですからね。吐いて吸うっていう順序で呼吸なわけですから、ね、吐く方を意識する、ね。これはギター弾くときにもね、ぜひぜひ、まあ、実践してみてください。いろんな面で、奏法的にも音楽的にも、きっと健康的にも、いろんな面でプラスになると思いますからね。ぜひ実践してみてくださいね。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。